体味噌よりやっぱ生味噌派。美味しいと便利、両立は無理よね。なんとなくそう思っている世の中へ。味噌業界初の密封ボトルはお味噌のイメージを変える、手軽で美味しいを実現する。正々堂々、お味噌は片手調味料になりました。香り続くとろける味噌、マルサンから。私は味噌汁を諦めない。コンビニ食材もとろける味噌があればもう美味しい。お味噌が空気に触れないからレシピが変わる。香り続くとろける味噌、マルサン。卓上味噌生活始まる。白いご飯だってとろける味噌があればごちそうになる。お味噌が空気に触れないからレシピが変わる。香り続くとろける味噌、マルサン、マルサン。お味噌がとうとう片手調味料に。味噌業界初の密封ボトルで好みの量が出しやすいから初心者の彼も大満足。香り続くとろける味噌、マルサン。お味噌がとうとう片手調味料に。味噌業界初の密封ボトルで好みの量が出しやすいからこだわり屋の彼も大満足。とろける甘味噌だれ、マルサン。お味噌がとうとう片手調味料に。味噌業界初の密封ボトルで風味をぎゅっと閉じ込めるから生味噌派の彼女も大満足。香り続くとろける味噌、お味噌がとうとう片手調味料に。味噌業界初の密封ボトルで風味をぎゅっと閉じ込めるから大ベテランの彼女も大満足。香り続くとろける味噌、マルサン。味噌業界初の鮮度ボトル、香り続くとろける味噌。お味噌が空気に触れないから最後の一滴まで美味しい風味を味わえる。常温で90日間鮮度を保つから食卓に置いて使える。液切れの良い逆紙面ボトルだから片手で使える。香り続くとろける味噌、減塩も